戦を終了してください。選手にお知らせします。13時40分になりました。ピッチ内練習を終了してください。ゴールキーパーが高橋です。ディフェンスラインは小松、西野、遠藤と入ります。今日は西本と、そしてこれ J スタメン初となります生田太陽が入って、アンカーを予想しました。また立ち位置については始まってから確認をしたいと思います。そして右に川崎、左が薩川です。重松がワントップで入って、その下に高木が9試合ぶりにスタメンに名前を連ねています。中村亮も入りました。一方のアウェーの FC 岐阜です。こちらは前節から1人変わりました。ゴールキーパーが松本拓也、そして3センターバックは今日右に船津を予想しています。真ん中が甲斐、そして左が水田です。ボランチには本田と中島が入り、右にレレウ、左が村田です。ワントップには深堀が入って、その下現在ゴールランキング1位の川西と、そしてこの試合もキムホという、こういうメンバーを予想しました。そしてこれが27番の生田太陽です。さあサイドを変えてきて、ここから19番の川崎、川崎も突破力があります。そしてクロスの非常に精度のあるボールを中に入れてきますが、さあここでまた逆に高木が開いて、足元のボール中に入れてきました。詰めていたのは重松。ここで高木が一度収めて、そして開いて川崎、こういった選手が上がってきています。そして遠藤も真ん中の位置、ちょうどバイタルから相手のボックス内に入ったところ、サムキの選手が集まってきています。さあ誰に合わせてくる、精度のあるボールですが、どうだーと最後は西野合わせてきましたけれども、左足で高木がいいボールを中に入れてきました。そして2列目ライン間に入ってボールをもらおうという、そんなポジショニングを取っている岐阜ですけれども、非常に狭いその中、さあここで中に入れてきますが、ちょっと長いところ前に深堀行きましたけれども、ゴールキーパーと交錯するようなところ、後ろへ戻していって甲斐、そして本田、ここも相手ボールになりますと川西がここまで中盤まで落ちて前をちらっと見ます。これに対して高木蓋をしようとして、そして裏をどうだ、シュートまで持っていけるか、深堀がシュートを打っていきました。このボールです。川西前を見て、ちらっと見てロングボール前線にフィードして、ここが深堀に入ってシュートまで狙っていきました。さぬきのディフェンスもこのセットプレーは気をつけなくてはいけないと話していました。さあ中に入れてきて、ニアを狙ってくるか、どうだ、頭に入ったか、決まったか、おっとこれはファウルがありましたか。さあ行きましょう、生田狙ってくる、ニアサイドを狙ってきたんですが枠を捉えきることはできませんでした。最後フィニッシュまで行きたいところなんですが、なかなかここは
硬いブロックにあってその最終までいきませんが、さあサルキー中村亮、中村が、そして最後は重松でした。ここに高木がいて、さあこれを後ろから遠藤も追い越していきますが、これ中に入れてくる、どうだ、最後狙っていったんですが、これはパンチのあるシュートというわけにはいきませんでした。そして逆襲をする向こうが右サイドから行こうというところですが、これは対応しているサルキです。後ろへ戻して船津、さらには久保田が自らボールを持っていって、さあ狙っていきます、ゴールキーパーパッチング。このボールに対して松本、まだあります、中島、中島がここで逆サイド、さあどうだ、相原落としていってシュートだ、川西狙っていきましたがジャストミートはしません。この今のボール相原落として、そして最後は川西と、残念ながらゴールネット揺らすというところまでいきませんでした。さあ選手が入っていって、さあ西本、西本スルーパス、中にどうだ、入っていって、あっとクリアする、最後の場面もう一本というところでした。悔しがる福井、もう時間はありません。ミスだ、高い位置を取ってきて橋本、さあ裏へというボールですが、ゴールキーパー直接返していって、ここで長い笛、試合終了です。最後は相手ゴールへ迫る長いボールの応酬とはなったんですが、両チームとも最後決めきることができませんでした。スコアレスドローのゲーム。